ドラゴンボールカカロットダウンロードコンテンツ、そして10年後、悟空とベジータの最後の戦いが行われます。通常だと力が拮抗し、熱いバトルを繰り広げるのですが、悟空のレベルを300、さらに食事で攻撃力を極限までアップさせ挑んでみました。戦闘力の差がありまくる2人の戦いをご覧ください。遅いぞ、カカロット。あれ、準備運動やってたんだ。褒めと思いきしやるためによ。俺は貴様を超えてみせる。だったら、ほら、もっと先に行ってやる。ほざけ。始めるぞ、徹底的にな。なるほど、準備運動をしてきたというのはあながち嘘ではないようだな。おめえと戦うんだったら全力出せるようにしとかねえ。だったら見せてもらおうか、貴様の全力を。やるな。いいんか、おめえがこの程度ならこのままオーラが果たしてもらうぞ。安い挑発しやがって。だが俺に舐めた口を聞いたこと後悔することになるぞ。ここからが本番だ。暗くてはな。こいつはやべえな。行くぞ、カカロット。貴様と初めて戦ったのもここだったな。俺のプライドをズタズタにした。あの時の敗北は忘れてはおらんぞ。やっ、おら、カカロット。どうしたカカロット、そんな程度じゃないだろう。わやめるな。おのれ、カカロット。あの時のお前はヤバいくらいに強かった。おりゃあ、けど俺は何でかワクワクが止まらなかった。俺はあの時から気に食わなかった。瞬く間に強くなっていく貴様が、そして自身の不甲斐なさだな。まだ強くなれんのか。パニック砲、ん、何がおかしい。やっぱこうしてお前と戦うのはめちゃくちゃ楽しいや。拳合わせたらよ、どんどん力が溢れてくる。もっともっと戦いたいって思えてくる。それでこそサイヤ人だ。なんてこった、スーパーサイヤ人3が溶けちゃった。どうやらお互いかなり消耗してしまったようだな。エンドは、まだまだ食べている。
そうだろう。当たり前だ。よし、さらに飛ばしていくぞ。ついてこいよ、ベジータ。ついてこいだと？そのセリフそっくりそのまま返してくれる。これで決着だ。